藤沢武雄は、日本の小説家。藤沢恒雄と表記される場合もあるが、これは語記である。大阪市生まれ。旧正大阪高校在学中に、武田林太郎、長岡はじめ、林博次、神崎清志らと共に、同人誌、辻馬社を、発刊、1925年同士に発表した、首でデビューし新感覚派として目された。 1927年大阪高校を卒業し、東京帝国大学に入学、在学中は新人会で活動し、プロレタリア文学に転校、1930年、傷だらけの歌を書く。1931年文学部国文化を卒業した後、廃病で大阪に帰り、1936年、花粉。 1941年から1942年の新設で新聞小説家として復帰。その後、大衆、流行作家として数多くの小説を書き、晩年まで関西文壇の長老として活動を続けた。アマチュア五段の段位を持つほどの文子切手の将棋好きとしても知られ、その腕前は山口ひとみからほとんどプロに近いと評されている。 本人は、奨励会の初段、二段と対等の気力と書いている。藤沢四段、五段のプロ騎士と平手で刺しただけでなく、自分が強者を落とす手合いでも刺したが、それは、どう見ても行き過ぎでプロ騎士の側の敬語であったと、内藤国夫は書いている。また、それを生かした将棋を題材にした小説や随筆を、多く書き、新境地を開いた。詰将棋の創作もし、また、 衝撃士たちと盛んに交流、援助した。高松藩の受学者の家系になる。曽祖父は、漢学者の藤沢東。祖父も漢学者の藤沢南だけ。父も漢学者で、関西大学発の名誉教授となった藤沢昌二郎。父方のおじの藤沢元蔵は、衆議院議員。東洋市屋の石浜淳太郎は、母方のおじ。その息子で、作家、 石浜つねおは重低。また、直接の関係はないが、歌手の藤島武雄の芸名の由来である。ありがとうございます。